皆さんこんにちは。今日はもう夏本番なので、夏といえばセーラー服かなと思って、こちらのセーラー服を着てみました。ちょっとサランは学生の時セーラー服だったんですけど、着るのはもうすごく久しぶりなので、ちょっと恥ずかしいんですけど、今日はこちらのセーラー服にじゃーんこの王道の紺の、黒かな、紺のハイソックスを合わせていきたいと思います。そう、ストッキングとか2杯とかいろいろ悩んだんですけど、やっぱりサラの時代はセーラー服といえばハイソックスだったので、ちょっと王道でこちらを履いていきたいと思います。今は結構なんか短い靴下とかを履くのかな、なんかいろいろね、その時代によっても違うと思うんですけど、こちらを履いていきたいと思います。よいしょ。セーラー服もいろんなタイプがあってね、すごいおしゃれなのがいっぱい今あったんですけど、やっぱり結構サランは王道なデザインが好きなので、こちらを選びました。はい、履けました。やっぱり靴下の締め付けってすごく強いので、普段履いてるストッキングとかと比べると、こんなにきつかったかなと思うぐらいすごいキュッと締め付けられてるんですけど、なんかやっぱりサランはこのセーラー服に黒の紺のハイソックスが一番好きかなと思います。このここにマークがデザインされてるので、結構じゃこれも赤で、リボンも赤で揃えてみました。だけど可愛いかなと思います。はい、本日はこちらのセーラー服に紺のハイソックスをご紹介しました。ね、すごい暑いけど夏バテとかし
してませんか？いっぱい食べて、サラも夏バテしないようにしたいと思います。それではまたねー。